あら、ケタール、コメスタ、皆さん、こんにちは、エミコです。今日はですね、夜なんですけれども、夜、ヴェーナスノーチェスです。夜、ビデオ撮るの初めてやと思います。なんかね、ちょっと、いい感じですね。意外と夜、いいかもしれない。はい、ではですね、今日は、スブフンティーボ、行きますよ。接続法についてのレッスンです。まぁ、ちょっと最近、接続法のグループレッスンとかして、いろいろ見直してて、いっぱいお伝えせなあかんことがあると思って、ちょっと、文法系のレッスン続く予定です。お楽しみに。それではですね、以前にも作ってるんですけれども、ケレールとか、エスペラールとかデセアールとか、そういう要求とか希望とか願いとかがセットになってるような時にスブフンティーボがつきますっていうビデオをシェアしてるんですけれども、それのちょっと補足を加えながらまとめていきたいと思います。まずですね、この2つの文章を比べていきますね。1つ目はQuiero bailar. Yo quiero bailar. 2つ目は Quiero que tú bailes. Yo quiero que tú bailes. これ違い分かりますかね。1つ目はインディカティーボ、直接法ですよね。で、2つ目はスブフンティーボになっています。これめちゃくちゃ私的にはお気に入りの用法なんですけれども、皆さん違い分かりますか。この形の後につくのがスブフンティーボになる、この従属節が接続法になるケースが多いっていうのは接続法のルールの中でもすごい多いんですけど、のこの主節と従属節とかっていうと英語のざっと節にあたるんですけど、なんとなくわかりますか。ちょっとややこしいですよね。ちょっと英語の方がわかりやすいので英語で例文を挙げてみますね。例えば一つ目ね、I cannot believe that you are here っていうのと、 I know the guy that is walking over there っていうのですね。一つ目の文章の that の後は you are here ですよね。で、これ you are here だけでも一つの文章として成り立ちますよね。でも二つ目の文章の that 以降の is walking over there やったら、文章としてこれだけでは成り立たないですよね。で、この1個目の方の文章として成り立つ方はざっと説っていう風に考えます。一つの文章として成り立つのか成り立たないのか、一つ大きな違いになるので覚えておいてください。で、一つの文章として成り立たない場合、例文にみたいな時っていうのはただこう補助してるだけなんですよね、情報を。その私はあの男の人知ってるよ、あそこであの辺歩いてる人っていう、その男の人の補足情報でしかないですよね。なので一つの文章としてはもちろん成り立っていない。でも1個目の方は私は信じられないで、ざっとでつなげてあなたがここにいるっていうことですよね。なので2つの文章をつなげているんです。ざっとでこうコネクトしている感じ、なので接続詞って呼ばれるんですけども、節と節がざっとでつながれているって感じで、単体の文章としても成り立つんですよ。なのでざっとでうまくつなげない場合っていうのは I cannot believe で1個もピリオド打って You are here って言っちゃったら、まあ別につながるんやけれども、でもざっとでつなげとる方が自然ですよね。のですっていうような、まあこれでもかなりの上級の用法ではあります。一つの文章が作れないと二つの文章をつなげることってできないですよね。なのでまあまあそういうことなんやなってくらいでちょっと覚えておいてください。そのざっと以降の文章が一つの文章として成り立つのか成り立たないのか、これスペイン語でも同じです。けの後ろについている言葉が、それが一つの文章として成立するのか成立しないのかっていう、これ一つのポイントなので覚えておいてくださいね。で、ここでスペイン語に戻ってきますね。で、接続法、このスブフンティーボの用法で私が一番わかりやすいと思ってるのが、このね、願望とか要求とかを伝えるときにの内容が従属節で表される場合は接続法になるっていうやつなんですよ。で、これちょっと言葉で聞くとめっちゃわかりにくいんですけど、一番最初にご紹介した Quiero que tú bailes っていうやつです。この
例えば願望やったら querer, desear, esperar ですね。で要求やったらいっぱいあって decir, aconsejar, permitir, pedir, mandar, ordenar, prohibir とかいろいろあります。でこれを使ってなおかつこう節で形でつながって従属節がひっつく場合、この従属節は接続法で表されることがほとんどです。ではあの一番初めの例文にもう一回戻ってきますね。 quiero bailar で quiero que tú bailes で二つ目の quiero que tú bailes っていうのは形でつながって tú bailes っていうのがこうこっちが従属節になります。 quiero が主節で tú bailes が従属節になります。でこの本当はね to 言わないので quiero que bailesって言われるんですけれども to が隠れていますよね。ちょっと分かりやすく今はつけています。で、to bailesで一つの文章として成り立っていますよね。これ従属節として、なのでこのバイラールはスブフンティーバの活用で表示されるわけです。これでもね、英語の場合やったら I want to dance と I want you to dance なので英語ってないんですよね。この場合の活用の仕方が変わるっていうルールがないので、これ微妙にややこしくて、なので英語の方が簡単なんですよね。 I want you to do that とかで終わるので英語の方がいいんやけれども、スペイン語のでもこれ面白いところなんですよね。接続法ってやりだしたらほんまに止まらんくて、まあどこまで極めるかなんですけれども、ほんまどん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 気になりだしてうまいこと使えるようになるとめちゃくちゃ楽しいです。どうですか皆さん、分かりますかね、この形でつないだ従属節っていう感じ。まあ一番その私がなんでケレールとかエスペラールとかが好きかっていうと、私があなたに何々してほしい、私があなたにしてほしいと思っているとかっていうのを文章がすごい作りやすい件なんですよね。日常的な会話でも電話してきてほしいとかで、電話してきてほしいの欲しいは私ですよね。私が欲しいと、私がそうしてほしいと思っている、であなたが電話するっていうのがセットになっているわけです。なんとなく分かりますかね。この quiero llamarte、 quiero llamarte やったら私があなたに電話したいとか、 quiero hablar contigo やと私が話したい、私があなたと話したいなんやけれども、 quiero que me hables、 quiero que me hables やったら私はしてほしい、あなたに話してほしいっていうことなんですよ。これ意味違いますよね。私があなたと話したいのと、私はあなたに話してほしいって言ってるの違いますよね。でこの時に接続法を使ってくるわけです。まあなんかこうイメージ的に言うと主語が2人いるくらいの、私がしてほしい、彼が話す、私がしてほしい、あなたが踊るみたいな、この私とあなたとか私と彼っていう感じで主語が2つあるっていうようなイメージで、なおかつ形でつないでいるってなったら、まあまあほぼほぼ確定的に接続法でいいと思います。なんとなく分かっていただけますかね、いけてますかね。じゃあちょっと他にも例文挙げてみますね。他の動詞で言うとアコンセハール、アコンセハール皆さんご存知ですか。アドバイスするっていう意味です。メアコンセハンエストディアルメディシーナ、メアコンセハンエストディアルメディシーナと、ジョテアコンセホケトゥコンプレス、ジョテアコンセホケトゥコンプレス、テアコンセホケデヘセルトラバーホ、テアコンセホケデヘセルトラバーホ。これ目とか手とかつながってくる件余計にややこしいと思うんですけども、まあ誰が誰に言ってるかですよね。メアコンセハンエストディアルメディシーナっていうと、彼らが私にお医者さんになるようなこう医学を勉強した方がいいよって言ってきたっていうことです。なので彼らが私に言ってきた、なので主語も一つしかないですよね。でも2つ目と3つ目の文章とかやったら、テアコンセホケって言ったら、ジョでアコンセホ、あなたにアドバイスをする、あなたがそれを買った方がいい、あなたがそれを買うことを私はアドバイスするとか、でアコンセホケデヘスエルトラバーホっていうと、
私はあなたにアドバイスする、仕事を辞め、あなたが仕事を辞めることをっていう感じなんですよね。で、何々することをっていうのがこの形でつながれている感じですね。伝わりますかな、いけるかな。で、他にじゃあペディールですね、こう頼むとかっていうような意味なんです。お願いするとかっていうと、メピディエロンアクイダールスベベ、メピディエロンアクイダールスベベと、テピドウケレグレセステンプラノ、テピドウケレグレセステンプラノ、私に彼らが頼んできた彼らの子供の、彼らの赤ちゃんの面倒を見ることを頼んできたんですね。なので主語は一つしかないですよね。でも二つ目やったら、ジョテピド、私はあなたにお願いをする。でレグレセステンプラノ、早く帰ってきてねっていうことです。早く帰ってくることを私はあなたにお願いする。で、あなたが早く帰ってくるですよね。私がお願いする、あなたが早く帰ってくることをっていう感じです。なので2つ文章がある、分かりますかね。これをインペラティーボで、命令形でレグレセテンプラーノって言ったら、早く帰ってこいよみたいな感じなんですよね。で、まあ、意味的にはこう、まあ、早く帰ってくることを要求しているから一緒なんやけれども、これ接続法で言うこともインペラティーボで言うこともできますよね。なので、そう、こんな感じなんですけど、どうですかね。ちょっと今日のレッスンは皆さん接続法の使い方なんとなく分かっていただけましたかね。多分こういうのを聞いた時に、はいはいってなると思うんですけれども、私が自分が勉強してた時の勉強法はですね、それぞれにも10個くらい例文を自分で作るっていうことです。なのでエスペラールで10個作って、デセアールで10個作って、ケレールで10個作って、アコンセハールで10個作ってっていうのをひたすらにやっていくんですよね。で、これも活用もどん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 変えてください。なんだろう、この私はやっぱりケレールをとりあえず使っていて、初めはちょっと片思い中的な感じでね、彼が私に電話してきてくれたらいいのになとか、ケロケメジャーメスで、彼が私に会いに来てくれるといいなとかやったら、エスペロケベンガーベールメやし、あとほんまのことをちゃんと言ってほしいなとかやったら、デセオケメディガスラベルダとか、こう、まあ、いろんな活用とかを交えてですね、チョコレート買ってほしいなとかやったら、キエロケコンプレスンチョコラーテ、あとテレビ消してほしいって逆にこっちから聞く場合やったら、キエレスケアパゲラテレ、キエレスケアパゲラテレとかっていう文章も作ることができます。で、こうやって自分で例文を作ってみて、初めて何がわからんのかとか、あと活用の、あ、エピソードの活用ってあれちなみになんだろうとか、デシールとかテネールとか不規則動詞の、活用の仕方とか初めてそこで調べるんですよね。なので、なんかここができないとか、これがわかりにくいっていうのが、わかる前の段階っていうのがやっぱり多いと思うんですよ。なので、分からないことに気づくってすごい、すごい第一歩を踏み出しているっていうことなんですよね。なんかここの違いが分からないですっていうのが分かっとうっていうことは、もうかなりチャレンジもされとうし、勉強もしているってことなので、そうやってすごいことです。そこを自分を褒めてあげてくださいね。で、自分で例文を作ってみる。で、できれば、Facebook に書いてみるとか、友達に送ってみるとかしてみる。で、スブフンティーノボの用法もね、これからちょっといろいろ、いろんなパターンで作っていきますけれども、全部が全部を初めから覚える必要っていうのはないと思ってます。私もケレールから始めました。でも、ケレールとか、エスペラール、このエスペロケベンガスとか、それくらいのことを、完璧にできるようにまずなっていったんですね。で、それを使いこなしていくと、スブフンティーボの感覚がつかめてきます。この主語が2つあるとかっていうのの感覚が自分でつかめてくるんですね。でも、まずはもう接続法現在だけで十分で、接続法過去とか言ったらもうさらにややこしくなってくるので、もうまずは接続法現在で、もうこの要求を伝える場合やったら、どんな動詞でもいけるぞ、自分で入れるぞ
なんとかしてほしいって聞ける彼らが私たちにとかいうエジョスでもノソトロスでもどんな状況でも言えるっていうくらいになったら、他の用法とかもね全然全然どん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 入ってくるようになります。なので焦ろうとしないで、初めから全部やろうとしないで、まずこの要求用法を伝えるような文章の時だけはそんなに困らずにスラスラ活用が出てくるっていう状況をゆっくり目指していくんで十分やと思います。だから接続法を完璧に話せるようになるっていうことを目的にするよりは、やっぱ現在形でとりあえず会話ができるっていうことの方が初やと思います。だって接続法の活用って直接法のこのインディカティーボの活用よりもややこしいし、スブフンティーボで話そうと思ったらこのインディカティーボの活用はできてないとわからないですからね。インディカティーボの基礎の活用ができてなかったら接続法の活用作れないので、なので、まずはそんなに焦らずに、接続法できんかったら会話もできんとかでは全然ないです。全然ないので焦らずに、でも勉強するってめちゃくちゃ楽しいと思うし、接続法はスペイン語の醍醐味でもあるので、なんかこんな感じでビデオを見ていただきながら、なんかできることから少しずつ自分で文章とか作りながらで、やっていかれると楽しく進んでいけるんじゃないかなと思います。何かわからんこととかあったらコメント欄にぜひ書いて、であこういう場合ってどうなんですかみたいなのも、よかったらねぜひぜひコメントで書いてみてください。もちろんレッスンも受付中ですよ。もう私はねもう文法の話めちゃくちゃ好きなんでね、止まらないくらいにお話しさせていただきます。それでは今日はこの辺で Muchas gracias por ver mi video. Chao.